マルトジャパンさんは、ロートアイアンと呼ばれているあの鉄の、いわゆる細工された、鉄の門扉を、中国で上海で工場で製造し日本に輸入して販売するというところで、日本で一番のビジネス規模にここ10年でなられたということなんですが、もともと時任社長はどういう経緯でこのビジネスまで行き着いたのか、その辺をまず聞かせていただけますか。はい、私の方はですね、もともと中国の方から上海の方から来ておりまして、もともと美術系の勉強をさせていただいたわけですね。約7年間ぐらい、日本の国内の伝統工芸品でいわゆる結納品ですね、の会社の方に勤めさせていただきまして。それ大学卒業した後に、そうですね、日本に来たんですか。はい、それはもともとその輸入の品の会社に勤めに来たわけじゃなくて、何か理由があったんですかね。そうですね、その辺が、たまたまうちの嫁さんが福岡の出身の人で、はい、で福岡の方と、非常に不思議なご縁ができましてですね、福岡の方に来まして、はい、それから30手前になりまして、はい、やっぱり当時、勤めたというのはですね、自分自身がやっぱり何とかしたいというのがもう最初から決めているわけですよ。何年間というのがなるべく、あくまでも我々私自身の勉強時間として設けさせていただくわけですから、はい、なんかビジネスをしたかった最初から決めてますですね。ビジネスをその時にからスタートしますと、当時はですね、非常に社長さんの方から可愛がっていただいておりまして、で我々の方が、私の方に対して辞めて行くのが非常に社長に対してはですね、虚しいことだったと思います。その代わりに私の方もやっぱり一切、輸入品に関しましては非常に詳しい、原価から販売まで全て分かってますけれども、絶対輸入品という商品をやらないと。なるほど、輸入品のビジネスはやらないという社長に約束をして、やめた、卒業させていただきました。卒業させていただきました。はい、難点になったのが商品選びですね。なるほど。どんな商品をやろうかと、はい、いうことを非常に悩んでました。自分自身しかできない商品、自分にしかできない商品を探そうと、いうものとですね、やっていきたいということで、いろんな苦慮をした中で、やはりその前に、自分自身は何、自分自身しかできないものって一体何なのか、4つのポイントがありましてですね。4つのポイント、はい、1つ目は最も相場の高い値段、相場が高い、ロートアイアンというのは比較的相場の高い商品なんですか。だいたいその大きな一つの門で単価どれくらいなんですか。だいたい150万をします、ね、150万ぐらい、はい、それはやっぱり手作りだからっていうので高いですか。そうですね、手作りだからということと、あとは、オーニーワン、本当のオーニーワンですからですね、オーニーワン、その人のために作っていくですから。なるほど、なるほど、もうオーダーメイド、オーダーメイドです。世界で一つだけの門扉だから高いと。高いです。そして、人が嫌がれてて、大手さんが参入しない、あるいは参入しづらい。しづらい、大手が参入しづらい商品。はい、つまりその手作りで鉄を鍛えて細工を作っていくっていうことだから大手が参入しにくい。そうです。3点目としましては、末端ユーザーさんの方に対しては、はい、なるべく目が触れるよう、触れやすい商品、末端ユーザーの目に触れやすい商品、はい、これは門扉ですから常に出たり入ったり、家を出たり入ったりするときに常に目に触れるわけですね。なるほど、それは3点目。4点目としましては、はい、この業界は現在ナンバーワンはいない。業界のナンバーワンのいない、つまりその群雄割拠というか。そうですね、大手さん、その中では、その業界の中では大手はいない。あ、なるほど、大手がいなくてみんなそのパパママストアみたいな、そういう業界を、中小企業、中小企業ばっかりの業界を狙っていこうと、はい、この4つの条件、そうですね、それに当てはまったのがこのロートアイアンだったわけですか。それはプラス自分自身しかできない仕事です。はい、それは何ですか。それが私自分自身しかできない、私デザインが好きですから、
デザイン性、いわゆるその、はい、まあ、あのアート性の強いですね、いうのがあの自分自身が自信がありますので、勉強したことがありますので、それと自分自身フィットするものでですね。あと中国とのパイプっていうのもある意味その時任社長ならではの部分ではないんですか。それはあの持ってる人はいっぱいいますから。いらっしゃるんですね、はい、なるほど。あの国際貿易というのがいっぱい持っていらっしゃるんですから、はい、私しかないものではないですね、はい、やっぱりそのアート性デザイン性というところが一番強いということになったわけですね。好きだからですね。好きだから、なるほど。好きなことなら勝てると。そうです。なるほど。